赤い花。かつて地の果ての戦場で見た、その草は雨水では育たないのだ。地を与えなければ枯れてしまう。それも人の血でなければ。夏の終わりに一輪の花が咲く。その脈打つような地色の花弁。ちょっと掘り起こしてみたくなる。そんな赤い花が、もしも咲いていたら。いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。今回は、とめ館長さんのブログ、とめ文芸館より、赤い花という作品をご紹介いたします。今回の作品を読んで、思い浮かべた花は、彼岸花。マンジュシャゲとか、リコリスとか、いろいろな呼び名があるようです。その中の一つに、キツネのかんざし、というのがあるそうです。真っ赤な花を飾った可愛い狐が草むらの中に佇む。そんな絵が浮かんできて、昔話の一コマのようです。不気味、妖艶、美しい秋の風景。一つの花なのに感じ方は人それぞれ。不思議な花ですね。秋の花といえばたくさんありますが、皆さんは何の花が一番お好きですか？そろそろいい季節ですね。今回もお聞きくださってありがとうございます。お越しください。赤い花。かつて地の果ての戦場で見た、その草は雨水では育たないのだ。地を与えなければ枯れてしまう。それも人の血でなければ。夏の終わりに一輪の花が咲く。その脈打つような地色の花弁。ちょっと掘り起こしてみたくなる。そんな赤い花が、もしも咲いていたら。